どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。本日はかなりのヴィンテージソングいきます。今回ですね、2019年年末ですけど、実家に帰った時とか、まあね、会うじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんに会った時にこの歌を一緒に歌いましょう。ああ上野駅です。1964年に伊沢八郎さんが歌っておられたこのああ上野駅、これ私はガズはですね、ウクレレ持ってよく老人ホームとかに演奏に行かさせていただいた時に、もうこれ盛り上がるやつですから、もういただいウクレレでいただいちゃいましょう。はい、ガズレレ流です。いつものように2バージョン、やります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるバージョンなんですけど、今回ちょっとね、見慣れないコードネーム出てくるんですけど、簡単ですからね、解説しますんで安心してください。後半はかっこいいバージョン、ちょっとリズミカルにやってみようと思います。2バージョンやります。最後までご覧になってください。音楽をこのちっちゃいウクレレでやる、今まで聴いてるとかカラオケをやったことね、あったかもしれないですけど、音楽をやるってことは結構案外皆さんやっておられないということなんですけど、やったらいい、もう最高ですからね。でも難しいなと思うじゃないですか。大丈夫です。ウクレレはね、簡単なんですよ。弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触ってられて、持ち運びもいいですからね。で、今ご覧になってもらってるガズレレ YouTube チャンネル、動画見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこのようにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通り動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。そしたらね、自分の歌も自分で歌うのも楽しいし、いろんな人と歌えるとかそういうのもできますからね。はい、じゃあリンク貼ります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。 YouTube ですからね、いつでもどこでも、スマホでも見られて無料ですんで、ぜひ始めましょう。他にもね、最新 J-POP、 定番 J-POP、 まあ今日みたいな夏メロとか洋楽もたっぷり、ハワイアンソングもいっぱいあります。これね、もう1000曲ぐらいすでにもうアップロードしているんですよ。さっきのリンク先のとこに行ったら曲検索できたりとか、ジャンルボックスから選べたりするようになりますんで、今度どんどんやる側に回りましょうね。はい、では早速やっていきましょう。ああ上野駅、初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、こう。僕がいなくなったんで、母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時は父ちゃんの肩も母ちゃんの肩も、もう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気待っててくれよな。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 、揺られて着いた遠いあの世を思い出す。上野はおいらの心の駅だ、帰りの自転車を止めて聞いてる国なり、
ああ上野駅ガズレレ流シンプル簡単バージョンをやってみました。今のはですね、3番をちょっとショートカットしてます。フルでやりたい方は1番と2番とコード進行一緒ですので、フルコーラス自分で楽譜書いて、いろんな世代で歌ってください。でですね、これ、今聞いていただいて分かったと思うんです。おしゃべりのコーナーあるじゃないですか。あそこがですね、見慣れないコード出てきたでしょ。あれね、見慣れないコードでガズレレ必須コードではないんですけど、押さえるの簡単です。もうちょっとしたら説明しますからね。一応コードネームが A と G、A と F シャープマイナーというコードが出てくるんですけど、これ、解説、私の解説を聞いたら楽になりますから。はい。で、あと動画と一緒に合わせられた方も、自分でノートに書いてね、紙に書いて、その紙だけを見てね、やってくださいよ。ほら、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に歌うときに YouTube 見てるわけにはいかないですから、その紙を見て覚えてね、やってください。その時の参考になるように私のノートを見てもらいます。ちょっと今日、ここ下にね、場所がなくなっちゃったんで、コード、難しいコードを書くときここにしたんですけど、一応ね、こんな感じになってます。ここがイントロね。ここ下にくるっと書こうってタタって書いてるのは、これ後半やるかっこいいバージョンでここをこうやって決めますよということですね。じゃあここまででね、一番ね、はい。一時停止してメモってください。ちょっとわかりづらいって方は動画のテロップを一時停止して書いてもらってもいいと思うんですけど、ここに注目。ここ一拍開けるって書いてあるでしょ。上のは、おいらの、うん、心、この一発、うんってこの溜めるのがポイントですよ。一拍開ける。テロップ内にも書いておきますけど。はい。で、ここが問題のこのおしゃべりコーナーなんですけど、このおしゃべりコーナーはですね、ちょっとやってみて分かったんですけど、めちゃくちゃ難しいですね、このテーマと一緒にやるのは。なんで、まあ、ここは誰か喋る担当の人と弾く担当の人がいたらいいかなと思うんですけども、このコード、ここで出てくるこの二つのコード、後で解説します。これ思ったより簡単なんで、一応メモだけは取っといてください。ただしこれね、なんつうの、喋る言葉をこうやって書くとね、ものすごくね、ラップみたいになっちゃうんだよね。まあまあ、いっぱい言葉がありますけれども。はい、こんな感じでございます。で、ここ一応2番やって終わったってことなんですけど、要は3番やりたい方はこのコード進行をここからここまで書き足してやってみてください。で、ここ2番やって今のガズレレは終わりましたということになっております。はい。じゃあ早速どんどん行きましょう。コードの解説。まずね、今やったのはね、ここ、Am と F と Dm と E7 というコードが基本になってます。なので、おしゃべりコーナーがなかったらコード4つですよ。おしゃべりコーナー、歌だけのとこだったらコード4つ。やった。はい。で、一応この4つは入門コードのグループなんですけど、Am と、Am、F と Dm と E7 は、一応ですね、これをシェアしておきます。ガズレレ必須コードというのがありましてですね、これ、ね、一体何だというと、ウクレレにとってものすごく相性が良くて、初心者の人はまず覚えてほしいコードのグループ、そのね、10個のコードのグループなんですよ。10個もあるのか。って思わないでください。大丈夫です。10個と思うと大変だけど、1個ずつ分析してみたら指1本のコードとかいっぱいあるんですよね。なんですけど、10個いっぺんに呼ぶとちょっとコツがいるでしょ。それを私が解説してる動画あります。ここに貼っときます。ここで私の動画を見て楽しく覚えてください。結構スッと覚えられますか？今日そのうちの4つですから。まあまあ、気楽に行きましょうということで。はい。で、今日さっきから言ってるように、ね、2つ、A と F シャープマイナーというコードが出てくるんですけど、解説します。まずね、A というコードから。これよく見てくださいね。Am と A7 というコードを同時に押さえたというイメージ。まあこれ簡単です。押さえる場所を解説します。おしゃべりのところの出てくるやつですよ。押さえるところで、ここと、ここの2箇所。こことここ、こんな感じです。はい、これ。こんな感じですよ。こんな感じ。これは簡単です。すごく簡単。もう1個。これもですね、一見わーって思うかもしれないんですけど、コードネームだけ見るとびっくりした。これよーく見ると面白いんですけど、これはね、ヒントはですね、まず G7 という入門コードがあるんですよ。G7 って押さえる場所、こことこことここでしたよね、こんな風。これ G7 っていう風に呼んでる三角形ってガズレレでは言ってるんですけど、これ、このまま一段上にドンと上げるだけです。要は、ここにあったのを、この三角形を一段上て、上に上げて、ここっていう感じで押さえるんですよね。こういう風に押さえる。これが F シャープマイナーです。名前の割に簡単でしょ、ほら。G7 と、F シャープマイナー。段違いです。そうやって考えたら楽でしょ。なんでこの2つはガズレレ必須コードに入ってないですけど、押さえやすいコードですから、安心してください。これで、喋りのところの演奏を再現してみましょう。はい。ということで今のはシンプル簡単バージョンでやってみました。ゆっくりやったんでね、これはできると思います。じゃあここから、ちょっとリズミカルにしたかっこいいバージョン入っていきます。まずかっこいいバージョンの弾き方ですけど、ドン。8ビートのチャというリズムで、こうビートを聞かせてかっこよくやりましょう。こんな感じにします。2, 3, 4, どこかに故郷を立つ、たたん、どん、かっかどん、かっかどん。
フルの8ビートのチャという感じですかね。この8ビートのチャというリズムでやると、ちょっとリズムが、この、なんというか、元気になるというイメージになると思います。はい。で、あとね、おしゃべりのところは、こう、最後によく、せーの、じゃーんとかやるじゃないですか。あんな弾き方ってトレモロ奏法って言うんですけど、こんな感じで、適当って言っちゃうんですけど、このおしゃべりのタイミングに合わせてキチキチしてない感じでゆるーくやると思うんですけど、ここは結構手首使ってやるんですよ。なんでこれ16ビートの手首の動きなんですけど、こうやってジャカ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 ジャってやります。なんでまあ今日は一応は8ビートのチャというリズムだけの解説でいいと思うなということで、ここのリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャというリズムをゆっくりやってみる。で、初めてこのストロークにチャレンジする方は、8ビートのチャの前に、8ビートという基本リズムがあります。そこから始めましょう。これ8ビートでもかっこいいですよ。こうです。この香りを乗せて、こんな感じです。8ビートか、8ビートのチャがいいと思います。はい。リズムにこう、ビートを聞かせて、かっこいい場所にやってみましょう。で、あとさっきも言ったんですけど、細かいキメがですね、いろいろ入っていきます。細かいキメっていうのはですね、こことかね、さっきも言った。タッタッタダンダダンダタッタッとかテロップに書いておきますからね、この辺のやつは。ここもそうだな。ここ。くじけちゃいけない。ダッタ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 ッ。こんな感じです。三三並び押しみたいな感じ。ここだけやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。くじけちゃならない人生が、あの日。こんな感じになります。ダンダッツ、ダンダッツ、ダンダッツ、タッ。そういうわけでいろんな要素がこうクッと一つにまとまっているんですが、この曲はですね、ね、金の卵と言われていたね、当時そんな言葉があったらしいですけど、当時思い浮かべながら活気がね、あって、ちょっとね、豊かではないけど、心は豊かだったぞっていうね、そのやっぱ時代のこう、ドキドキ感、なんかちょっとどっかでこう、キラキラさせながら歌うのもいいかなと思います。さあ、テンション高めていきましょう。あー、上野駅ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー。入る列車の懐かしさ、上はおいらの心の駅だ、くじけちゃならない人生が、あの日ここから始まった。ゾウちゃん、僕がいなくなったんで、母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰っから、その時は父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももうやだっていうまで叩いてやっからな。それまで元気で待っていてくれよな。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 、終焼く列車に揺られて着いた遠いあの夜を思う。心の駅だ、配達帰りの自転車を止めて聞いる国だ。上野駅
ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。ちょっとこう軽やかになってね、こうリズムが入って、いい感じになったんじゃないかなと思います。あの、おしゃべりのところもね、このテンポがね、ない感じっていうかね、はい、ここで緩やかにやる方がいいかもしれませんね。はい、おしゃべりね。ちょっと、感情込めたやつですよね。はい、いろんな世代で音楽楽しみましょう。聞くからやるに変えていった方が音楽がより楽しめると思います。皆さんウクレレでどんどん楽しくやりましょう。ありがとうございます。はい、ガズレレですが、いろんなことやって、2019年駆け巡って2020年もいろいろ、やります。最新情報は常にここにありますからね。ガズレレ .com チェックしてください。はい、ホームページのリンクここにあります。今日はですね、一つだけニュース。明日、このガズのわがままウクレレ、これベトナムで作ってるね、もうオールタンバン、オールハンドメイト、ものすごくいいウクレレなんですよ。これ、まあ音聞いて皆さんわかると思うんですけど、このウクレレ、今もう大人気でですね、ありがとうございます。ちょっと予約販売出すとすぐにこうなくなっちゃってしまうという状況で、やっとですね、次の確保ができて、明日正午に、これの事前予約注文受け始めますんで、詳しくはね、今日ブログに書いてあるんで、ここをちょっと見てください。このウクレレすぐ気になってる方多いんで、ぜひ見てね、明日の12時にホームページで予約注文できるようになりますから、はい、よろしくお願いします。あと本もいっぱい出してますよ。リットミュージックから出てるこの本はもう、リットミュージック社から2冊本を出して、累計も4万部ぐらいになります。ものすごい大ヒットです。ありがとうございます。なぜヒットしているかというと、楽しくて簡単で面白いからでございます。はい、ぜひ皆さんもご活用ください。さあ皆さん、楽しく音楽やりましょう。今日みたいにあらゆる世代で楽しめるのも一個の音楽の楽しみ方。よろしくお願いします。さよなら。